はい、どうもバルーンのジョーです。今日はですね、ちょっと僕の速さについていろいろ企画でやっていきたいなと思いまして、先日作り方アップしました。このマリオなん、今日なんか調子おかしいですね。マリオなんですけど、これ本気で作ったらどのくらい速いのかっていう動画を撮ろうと思います。ちょっと、ルールとかも説明しますね。で、今回ストップウォッチなんですけど、ちょっと見にくいですけど、ルービックキューブとかで使われる、タイマーを、アプリがありましたのでダウンロードしました。両手を押さえて、離したらスタート、終わって、手をついたら、ストップですね。じゃあちょっと僕も準備しますね。結構ガチなので、勝ちでやりますよ。ね。はい。両手押さえて、離してスタート。アプリは後で詳細のところに、紹介させていただいておきます。ない方はストップウォッチで、こう、スタート、ストップでいいと思います。ドキドキしますね。結構、僕本番に弱いタイプなので、順番を考えたり、ちょっと今配置をちょっと、これマジガチですからね。配置を考えたりしますよ。配置を考え。ちょっと画面外になってしまうことも絶対あると思います。ちょっとカメラ見えてませんので、絶対画面内になってしまうことありますけど、しっかり作らせてもらいます。もうテーブルが落ちたら事故ですよね。じゃあスーパーマリオタイムトライアル、用意スタート。空気が足りない。ああ、気がする。気がつってきた。気がつってきた。おお。
記録見えるかな。2分と36秒33です。スクリーンショット忘れずに。ちょっと完成品もね、完成品もちゃんと足前向いて脇入って顔の正面、後ろもさっきね、ここをね一本ね膨らましが足りなかったから追加しました。はい、ありがとうございました。いやー、2分36秒に結構早いと思いますよ。2分36秒ですよ、これ。まあ、あらかじめ風船用意してたら2分36秒でできるから、単純計算して、ね、3分ぐらいで目とか、このマークも描けるとか、1時間に20個作れるって単純計算です。ね、量産できる、一気アップし放題ですよね。はい。ちょっと、本気で使いました。すいません。ってことで、ご視聴ありがとうございました。ちょっとタイムアタック企画もですね、ちょっと面白いですよね。ちょっといろいろ僕のスピードを生かした動画投稿もいろいろやっていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。動画面白いなと思ったり、今後も見たいなと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それでは。